はい、皆さんこんにちは。レモンです。レモンです。まあいい天気というか、まあ、雲が多いんだけど、白空ですけれどもね。梅雨が明けましてね。はい。今日は僕ら今ミョンドン、前方がミョンドンなんですけど、はい。ミョンドンからずっと歩いてきて、はい。今チュンムロに来てます。そうですね。はい。はい。ここのね通りを越えて、ここがチュンムロの交差点なんですけど、はい。ここにね駅がありますので、そうですね。はい。今日はこのチュンムロの駅から、はい、ティーマグホテルの方向をね、はい、ちょっと見てみたいと思いますね。ここね映画館とかがあってね、そう、そう映画も見れる。昔はね、はい、映画の街だったような、映画の街とか、印刷の街、そうですね、うん、のチュンムロなんですけど、今日はここ見ていきましょう。はい、行ってみましょう。行きましょう。あとキンちゃん走りみたいな。キンちゃん走りみたいな。今地下鉄の5番出口ですね。5番出口ですね、はい、はい。あちら側の方にもね、なんかちょっとなんていうかな、小道のおしゃれなカフェとかもあるんですけど。ありますね、はい、結構ゲストハウスとかも多いんですよね。そう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 、うん、で今日はこちらのねティーマークホテルの方行きますね。ここそうですね、カフェディーンもなんか閉まっちゃいましたね。閉まってます ね、 ね、なんか潰れちゃってる感じですね。今日はね8月の10、はい、8日ですね、うん、はい、今時間が4時前なんですけども、はい、日本もねお盆が明けて、うん、今日は最高気温40度になるところが多いんじゃないかというふうにね、うん、日本のニュースで流れてたんですけど、日本は灼熱だよね。皆さん大丈夫でしょうか、ね、水分補給しっかりしてください。そうですね、はい、気をつけましょう、はい、はい。ちなみに韓国はまだ30度ぐらいですかね。そうですね、30度、まあ、ちょっと超えてますけども、うん、まあ、そこまで灼熱ではないね。そうですね、まだね。この道ずっと行くとね、ウルチロ三ヶ駅の方に向かいます。そうですね、はい、はい、ここね、うん、ちょっとまっすぐ行ったらティーマークホテルがあって、はい、そして愛の不時着の主演の方の映画で出てた、ね、はい、撮影地などもありますので、そうですね、ちょっとそこら辺もちょっと見てみたいなと思いますけれども、はい、この辺はね、チュンムロは本当に印刷の工場が多くてね。そうなんですよね、小さいね。バイクのアジョシとかがね、うん、後ろの方に荷台に印刷した紙とかいっぱい積んでね。そうだね、配達してて。で、韓国の方も今感染者が多いんじゃないですか。そうなんです、今多くてね、うん、あ、ここです。こちらですね、このね、建物のね、うん、この1階の辺からヒョンビンがね、はい、こう走ってきて、ええ、ここタクシー乗ってくんですけど、ネモビン、ネモビンがね、ジュンビン、では今からネボミンジュンビンが、はい、このねビルの反対側に行ってみます。はい、今ですねここにねこのビルがあるんですけど、はい、ここは2017年に、はい、ヒョンビンの映画で、はい、根性というね、はい、映画があったんですよ。あ、その時のねロケ地に使われてて、このビルからこの前の道をずっと走って追いかけるシーンがあったんですね。愛の不時着の主演の方ですよね。そうです、ヒョンビンさんのね、はい、で前のところでタクシーにこうね、なんか乗るシーンを追いかけるんだったかな、そのシーンがあって、はい、昔見たことがあって、たまたまここを通ったので思い出して撮ってみました。はい、はい、ということになります。ここ走りますよ。マジ？待て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 、キンちゃん走りみたいな。キンちゃん走りみたいな。どういう、タクシーとか乗って追いかけて、はい、バッと行くね、こういうシーンがあったので。そうですね、そこです、疲れた、はい、はい、はい、疲れました。ちょっとね、うん、キンちゃん走りでしたけれども、ヒョンビンとね、スピード感が違う。あ、そうですか。走るスピード感が違うね、やっぱネモビン、ジュンビンはちょっと、遅いね。まあ年の子っていうことにしておきましょうかね。うん、まあ、顔も違うしね。ということで、だけど性別は一緒ですよ。性別だけだね。こちらね、はい、こちら左手がティーマークホテル、はい、ミョンドン店になります。ここ、ね、あ、今やってないんでしょうかこれ。いやー、ちょっと正面玄関の方行ってみましょうか。はい、ここは閉まってますね。まあ、こうよくね日本の方泊まられたので。いや、多かったですねここの配達ね。はい、多かったですよ本当に。うん。でこちらティーマークホテルの前のねカルビ屋さんとか結構有名で、うんうん、僕も来たことあるんですけどね、うん、チュンムロテジカルビ、美味しかった、うん、美味しかったですよ本当、うん、
観光客の方がこの辺のお店は行くんですけど、あら閉まっとうことはですね、やってませんね。ああ、あら、まあティーマークホテルやってないんだ。ああ、しばらく休む案内って書いてありますね、はい、休業案内。はい、コロナのせいですねやっぱりね。わあ、ということでティーマークホテルも今休業しております。いや、やっぱりその観光客とかがね、よく来るホテルとかはちょっと打撃が、うん、こういう前のほら道も道っていうか店もほらですね、やってるとこはあるけどこう閉まってますもんね。いや、 やっぱりこういうとこも厳しいんだな。そうですね、ね、ここもね、あの夜結構賑やかなね、通りなんですけれども ね、まあ、ここも本当にねホテルの宿泊客がよく使うとこなんですけど。そうですね、この辺で ね、なんか有名なケーキもあったんだけどなくなっちゃったな。そうなんですか、ここにもなんか昔トレパン、トレパン、トレドル、ここもね、おしゃれなお酒飲むとこあったんですよ。おこの辺なんか結構店変わっちゃってますね。あ、やっぱり、うん、そもそも韓国って結構入れ替わりが激しいのはありますね。激しいし、こういうご時世でね。で、なんかお肉がいっぱいあるからなんかお腹が減ってきますね、あれちょっと待って、ここのこの角ね、これ昔あのマポなんとかっていうね餃子売ってたんですよ。あれカフェに変わってますよ。カフェに変わっちゃった。あら、あそこの餃子がね、カルビ餃子が3000ウォンで、すごい美味しかったんですけど、あらま変わってました。いや、チュンムド久しぶりに来たんですけど、ちょっと見ない間にいろいろ変わってますね、お店がね、うん、わあ、チョッパルですね。ああ、ジュンさんの好きな豚足、なんか独特の匂いがするよね。いい匂いです。なんか甘い、なんか僕好きですね。なんか独特ですよね、なんか独特、漢方のような甘いような匂いも、これちょっと苦手な匂いなんですけど。あ、そうなんですね、はい、ちょっと癖があります。確かにそう、こういったね、この辺のチュンモロは本当にこういう車がいっぱいなんでね。そうですね、これですか。ええ、これがペクスペッパンのお店だと思います。はい、ペクスペッパンですね。やってるんですかね。みなせよ、4分あせよ、4分あせ、あー、ね、あげすぎだ。営業されてます。はい、営業されてました。ということで、まあ、韓国人相手のお店はなんと頑張ってやってますね。なんか結構お客さんいらっしゃいましたよ。あ、本当ですか、あの営業されてますかって言って、ああ全然してますけれどもとか言って、なんかちょっと申し訳なかったな、入らなかったからね。そう、なんじゃい聞いただけかみたいな。ここまっすぐはナインツリーの4-2のホテルですね。ナインツリー2も泊まられる方多かったですね。多かったね。中国の方、日本の方問わず多かったです。スンブブーね、コプチャンもあります。うん、やっぱチムの通りはちょっとバイクとかが、ああいうフォークリフトみたいな、ね、フォークリフトとか多いからちょっと歩くと気をつけないといけないですね。よくそこの前のガソリンスタンドで入れてましたよね。そうそう、よくね、オートバイのガソリンのね、レギュラーが今1848ウォン、安くなってるな。仕事してた時はだいたい2000ウォン超えてたんですよ、1リッターが。ここ今ナインツリーのホテルに来たんですけど、あれ、これはやってますね。やってますね。ここは入れないけど営業されてますね。いやー、本当もう、6ヶ月ですね。早いね、もう6ヶ月経つんだね、コロナが発生して。これね、こちらで来たの PJ ホテルの方で、ね、そうですね、PJ ホテルの、向かいますね、通りですね、はい。今日ネモさんがスターバックス行ったら、なんかマスクは絶対着用しろっていうことで。そうなんですよ、コーヒー飲みながらでもあのマスクしろって言われて。コーヒー飲む時だけでこんな感じで。あ、そうそう、ちょっと外してストローで飲んで、飲み終わったらまたすぐマスクをするって感じで。いろいろそういうコーヒーショップとかでも今コロナが発生してて、
ちょっと結構みんなピリピリしてる感じなんですよね。教会多いですよね。韓国の教会で今ね集団で発生してて、韓国も今200人、昨日は200人超えたでしょ。超えましたね。で特にソウルとかその周辺のね京畿道で今多いんで。多いですね。あの社会的なあの措置ね、ソーシャルディスタンスの措置に変わったので、また規制がちょっと一段階厳しくなりました。不要不急のねあの外出避けたりとか。そうですね。食事もダメとか今ね厳しくなってきましたね。またそうですね。ちょっとまあ日本も今増えて大変ですけど。本当ですね。韓国も今増えててちょっと厳しくなってきました。はい、いや本当にね大変ですね。マスクしながら夏、みんな暑いですね。これね暑いですね。これちょっと行くとあのスタッツホテルの2があるんですよね。そうですね。ここもよく日本の方泊まってましたね。泊まってましたね。ここ右手が警察署ですね。はい、ね、ソウル中部中部警察警察署。はい、テルラそれは西部警察？西部警察？ああ、中部じゃないんだな。え？中部警察じゃないんだね。ああ、西部警察。西部警察です。はい。よく使ってましたね。うん。スタッツホテル。あ、営業やってないな。そうです。休業案内。ああ、本当だ。8月31日までになってるけど。なるほどですね。うん。今月いっぱい。お休みってことで、やっぱ観光業はね、はい、世界どこも大変でしょ。はい、ということで今僕らあのチュンムドムの駅から、はい、キーマークホテルの前回って、はい、でナインツリーの2ホテル見て、はいはい、スタッツホテル2のとこまで来たんですけど、はい、今日最後にねあのこの近くのハワイアンカフェだっけ、はい、そこにちょっとね行って、はい、水分補給してみたいと思います。はい、では今からそこのハワイアンホテルまで飛行機でレッツラゴー。はい、レッツゴー。 She's crying when you hold her and you think you understand she just fallsはい、今ですねハワイアンカフェに来まし ました、はい、これハワイっぽいよね。そうです ねハワイアンソーダ。ハワイアンソーダで炭酸が入ってて、炭酸入っててレモンが入ってて、なんか少しシナモンが上に振ってあるんですけど、はい、シナモン、シナモン、あ、シナモン、シナモン、シナモンって言ったら博多弁でシナモンの、シナモン、ドラえもんだよね。僕のアイスコーヒーです。見える？アイスコーヒーこぼれちゃうね。はい、では、いただきたいと思います。ちょっとね、マスクをねちょっとずらして、はい、暑かったですね。あ、これ、氷がね、青い、見える？え、それは北極の氷なんですか？いや、これ、ハワイの氷です。ハワイって氷あるんですか？氷が多いよ、ね、氷白いじゃん、透明じゃない、すごいね。だからこれ氷食べたらもしかしたら美味しい。おお、なんかちょっとね歩いてショッピングした後にゆっくりするときなんかいいんじゃないかなと思いますけど、うん、ちょっとミョンドンからちょっと出るんですけど、うん、まあここからねハワイのワイキキのビーチに見えたら最高なんだけど、なんかそのソーダのネモさんのソーダを飲むとハワイって感じがしてきますよね。行ったってアロハって感じでしょ、うん、はい、ということで、ということで今日は、チュンムロ、チュンムロ一番できたらキーマークホテル回ってナインツリーの2のホテルを見て、スタッツホテルの2を見て、途中でフックスケッパンのお店の営業を確認しましたので、はい、
して最後このハワイアンカフェに来て、はい、人通りこの動画の締めとなります。はい、はい、今日は暑かったけど最後これで休めました。やっぱ夏はカフェです ね、 ね、撮影の後はね、皆さんも暑さに気をつけて、はいはい、お過ごしくださいませ。はいはい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。あとー、金ちゃん走りみたいな。金ちゃん走りみたいな。